立花学園高校シートバックの準備をしてください。立花学園高校シートバックを始めてください。時間はただいまより10分間です。ただいまから令和4年の神奈川県高校野球準県大会準々決勝、本日の第2試合に立花学園高校対藤沢星稜高校の試合を行います。試合に先立ちまして両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻立花学園高校1番センター竹下君、センター竹下君、2番レフト斉藤君、レフト斉藤君、3番ファースト中村君、ファースト中村君、4番ショート三浦君、5番キャッチャー前原君、キャッチャー前原君、6番セカンド関水君、セカンド関水君、7番ライト石井君、ライト石井君、8番サード天国君、サード天国君、9番ピッチャー福岡君、ピッチャー福岡君、対します高校藤沢星稜高校、1番レフト大橋君、レフト大橋君、2番セカンド島田君、セカンド島田君、3番ピッチャー木島君、ピッチャー木島君、4番センター竹内君、センター竹内君、5番サード木村君、サード木村君、6番ファースト矢沢君、ファースト矢沢君、7番ショート山本武朗君、ショート山本君、8番キャッチャー米倉君、キャッチャー米倉君、9番ライト石割君、ライト石割君、なお審判員球審佐藤君、球審佐藤君、一塁上園、一塁上園、二塁藤森、二塁藤森、三塁津山、三塁津山、以上の4種でございます。試合開始まで今しばらくお待ちください。この試合のアナウンスは横浜星稜高校出口桃花が担当いたします。もうこれ最強いよね、去年は。これ水だよ。でもあるもんね。でもね、去年の3年、ね、去年の2年の時に来ても、最近登場するのも、縁結びも。
これをやってた格好が作りますそれ考えたらすごいHey!